今回私がお話しするのは、ある細胞が分裂すると違う細胞ができるという現象についてお話したいと思います。私たちの体には名前のついているだけでも2000種類以上もの非常にたくさんの種類の細胞があるということが、ことが分かっています。で、このようなたくさんの種類の細胞はみんなたった1種類の細胞、それは受精卵というたった1つの細胞から作られます。私はどうしてこの1つのたった1つの細胞からこんなたくさんの種類の細胞ができるのか、そのメカニズムを知りたいと思って研究しています。もちろん私たち人の受精卵からこういう細胞ができるまで見るわけには当然できません。しかしこの全過程を見ることができる、動物がいます。それが私たちが使っている線虫シーエレガンスという、動物です。で、この線虫の一つの特徴は体が透明であるということです。これが今一番表面 を見ています。これをレンズをずっと下げていきますと体の中の方まで透明ですのでずっと見ることができます。で、実験室ではこの寒天培地の上に大腸菌を乗っておきますとそれを食べてこのように、生育することができます。で、この線虫のこれが卵ですけど、卵の受精卵からこの大きなアダルト成虫、これ1ミリぐらいの大きさになりますけどのまでできるまでの全過程を私たちは見ることができます。一つの細胞が二つになって四つになって八つになると、この過程をずっと見ていきますとこういう図が描けます。一つが二つになって四つになって八つになると、でこういう、この図を細胞系譜というふうに呼びます。この現象を見て非常に面白い不思議だと思ったのは、分裂したら必ず片方の細胞のみが死ぬわけです。これは非常に不思議だと思いました。この細胞が分裂するとこっちの細胞はもうできるとその直後に死にます。こっちはまだ生きて分裂します。このように今まで私のイメージの中では細胞が分裂すると同じものを作ると思ってたんですけど、これ明らかに違うものを作ってる。これは非常に不思議だというふうに思いました。この違うものを作る細胞分裂を非対称分裂というふうに言います。で、線虫の発生についてもう少し調べてみますと、この非対称分裂、違うものを作るというのは何もこの細胞子のみに限った話ではなしに、ほとんどの細胞分裂が非対称である。この先ほどお見せした細胞系譜全体を見てみましても、どの細胞が分裂しても同じものは作らずに違うものを作っているということが分かりました。つまりこの線虫の発生ではこの非対称分裂を繰り返していろんな細胞を作っているということが分かりました。この非対称分裂の場合も2つの細胞は同じ遺伝子、同じ染色体を基本的に持つというふうに考えられています。遺伝子は同じわけです。でも違うものを作らなくちゃいけません。どうしたらいいんでしょうか。なんかやっぱり何かの物質が非対称に分配されないと違いはできませんよね。で、実際にこのような緑のタンパク質が、この偏ったタンパク質があるということがいくつかの例で示されています。で、私は線虫で同じようにこの非対称に極在している、この片側だけに偏って極在しているというタンパク質を見つけました。それは、このタンパク質で、これは細胞は一つはこういう形してるんですけど、皆さん見てお分かりのようにこのこちら側だけに、極在して、こちら側には全くありません。さて、このタンパク質はベータカテニンという名前です。微小管を介してベータカテニンを何らかの形で制御しているのではないかというふうに考えました。そこで新たに研究室に参加してくれた、やはり大学院生の杉岡君に微小管の機能を調べてほしいと頼んで彼が調べました。この微小管の数を一本一本彼は数えました。すると前の方が多いということに彼は気づきました。そしてこの非対称な微小管は、APC とか β カテニンがないと非対称性がなくなるということを彼は見つけました。またもう一つ注目していることがあります。そういうのはこの非対称な極材というのは線虫の発生の際ほとんど全ての細胞で見られます。つまり、細胞がどの細胞も分裂すると β カテニンは必ず後ろ側の細胞にの核にたまります。このことからどの細胞もみんな方向が分かっていることが分かります。このどの細胞もどっちが後ろでどっちが前か分かっています。どうやって細胞は正しい方向を知るのでしょうか。このようなことを私たちは線虫を用いて解明したいというふうに
考えています。